8月26日に WebTV 阿蘇がリニューアルしました。映像数500本を超え、より多くの映像をより多くの方に見ていただくために見やすさを重視したリニューアルです。そこで生まれ変わった WebTV 阿蘇をご説明いたします。1、まずはトップページ、新着動画をご紹介しています。新着の見どころを20秒間コマーシャル的に自動で流します。ちょっと目を止めて見ていただき、面白そうだったら全部見るのボタンをクリックしてください。2、チャンネル数が増えました。新しくタネユーチャンネルを観光チャンネルと食べるチャンネルに分け、市役所チャンネルをニュースチャンネルとしました。3、映像が大きく見れるようになり、待ち時間がほとんどなくなって番組を選ぶとすぐに再生されます。4、検索機能の充実。検索をすると一覧で映像が集まってきます。なかなか探せなかった映像を一発検索です。5、番組表を月別に見ることができ、そこから映像を再生することができます。6、一般参加の充実を図っていきます。簡単にインターネットでお申し込みができます。伝言版、夢支援、阿蘇チャンピオン、ビデオレター、疑問、スクープなどなど、インターネットで応募ができます。お気軽にご応募ください。新しく生まれ変わった WebTV 阿蘇、スタッフ一同より一層皆様が楽しんでいただける番組作りをやっていこうと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。